業務スーパーの紫インゲンかぼちゃ、そして冷凍パン生地から焼いたパン2種類を食べたいと思いまーす。ということで、上下焼くだ、上下焼くだ。それでですね、今回は、ちょっと待ってくださいね。以前食べた冷凍生地が美味しかった、冷凍クッキー生地で焼いたクッキーが美味しかったので、パンもどうなってるか気になるところですが、ちょっと今準備中なので、先に仕上げた、こちらのかぼちゃまん、紫芋まんから食べていきたいと思います。どんな味なんだかね。意外と体にも良かったりはしない。まあ、冷凍パン生地である、ミニタンオショコラ生地とクロワッサン生地も後ほどお見せします。では、まず、まあ、これか、多分かぼちゃですよね。色からして。中身は、ちゃんとかぼちゃあん入ってます。では、いただきます。冷凍した中華まんは、電子レンジ調理でも手軽にふっくらしてますね。しかも、あんの甘さもしっかりある。これはいい商品だ。パン生地も見せようと思ったんですけど、これちょっと見せるにはな状態にしくじったので、まあ何があったかはさしてください。今画面に映ってましたけどね。だけど味はサクサクしていて、バターの香りやチョコの甘さが中でふわっとじわっと広がってきて美味しいです。なんかつければいいんだけど、つければよかったかな。やっぱりパクパク食べるって、冷凍パン生地だからある程度自分で調整できるっていうのも嬉しいですね。まあ基本のやり方に沿ってやるに越したことはないと思いますが、詳細はこの後です。お疲れ様でした。最初に食べたふんわり柔らかく紫芋まんかぼちゃまんは、中に入っているかぼちゃあんと紫芋あんがそれぞれしっとりとした優しい甘さを口の中でふわっと広げてくる。外の生地に本当に名前通りふんわりしているので、なここまでさすがに来るわけではないんですけど、心癒されるような味に仕上がっている中華まんだと思います。定番であるあんこや肉まんとはまた違った優しさと美味しさがある中華まんだと思いましたね。で残るパンにパンショコラ生地とフレンチミクロワッサン生地、どちらも焼きたてなのでサクサクという心地よい音と香ばしさが口の中でふわっと広げて、フレンチミクロワッサンはバターのコク、ただねこちらのパンショコラはチョコの甘さがふわっと見て作って美味しかったです。ただ焼きすぎ注意ですね。ヒントちょっと見てもらいたいんですけど、アルミホイル効いてたからまだ良かったものの、このような感じで刻んだ爪で、焼きすぎないように注意してくださいね。多分油が溶けれてペタペタくっついちゃったんだろうね。あ、ほんとだね。失敗したというわけで、今日食べた中だと紫芋まんとかぼちゃまんが口の中でふわっと香る優しい甘さで心まで癒してくれて一番美味しいと思ったので、代表として5点とさせていただきます。決して調理失敗したからとかそんなんじゃないですからね。というわけで本日は業務スーパーの冷凍パン生地と中華まんを食べてみまして、あなたも気になった商品がありましたらぜひ食べてみてくださいね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。では演武終演。